えー、今回はピップスについての説明をさせていただきます。えー、ご覧のようにね、106円の小数点以下、私たち日本人がたまに言う1000という単位ですよね。1000、2000という単位です。106円の2000って言いますけども、その下の単位ってなかなか覚えてられないじゃないですか。しかも、私たち日本人だけが分かって、 てるだけではならなくって、他の通貨ペアとかね、他の国の人に対しても解説が必要になってきます。そういう場合、少数点以下をピップスっていうね表現をするようになるんですよ。このピップスっていうのは真ん中を1ピップスとして、つまりこの4っていうところがね4ピップスって言います。だからこれは106円の24ピップス、24.1ピップスって言い方すらします。でも通常は4ピップスとか20ピップスっていう風に言いますね。で100ピップスはすでに円って言いますから。 このように表記したときに、これからね、ピップスっていうようにするといいと思います。